こんにちは、カニマです。今回はですね、トータルプラス達成委員会第2回ですね。はい、またまた堀込さんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で今回はトータルプラスですね、達成に必要なマインドセットということで、どういうマインド必要かっていうところですね。これまた大事な話なんで、ね、早速堀込さんのちょっと体験談とか踏まえながらちょっと話していきたいんですけど、まず最初にそのトレードって一言で言っても結構そのいろんな要素が絡んでたりするじゃないですか、はい、うん、その例えば1回のトレードにおいてもエントリーするまでにまず流れを読む、うん、チャートパターンを見る、はい、うん、時間足いろいろ見たりとか、うん、インディケーターがどうなってるとか、うん、まずあって、でチャートパターンがこうとかね、はい、見て次にタイミング測るみたいな、はい、こうなったらエントリーだなと、うん、でタイミング測ってて次にエントリーボタンピッと押してエントリーするっていう、うん、でそこからも今度は利食いをどうするかとか損切りどうするかとか、はい、いろんな要素絡んでるじゃないですか、はい、うん、ってなった時に、これを同時に身につけるっていうのは同時に全部の水準を上げていくっていうのはすっごい難しいことなんですよね、はい、ほぼ無理というか、うんうん、まあ、多分ね10年ぐらいかかると思うんですけど、10年かけてもうまくいくか分かんないですよ、これね。間違ったやり方続けるとね、そうですね、間違った方法身についちゃうから、まあ、だから10年後にはもう、もう再起不能になってしまう、全然違う方向行っちゃってる、可能性もまあ、でも10年でね、花開いた人もいるんで、まあ、そこは努力次第かと思うんですけど、だからなんかこれは何かっていうと、そのみんなその同時にやろうとしちゃうんですよね、全てを。エントリーもリグイも損切りもチャートパターンとかも全部同時にマスターしようとしちゃうんですけど、そうじゃなくってまずは一つを突き詰めていっていくことによって101を突き詰め100展開させるっていうパラダイムにいかなきゃいけないんですよ。だから1個の質精度を高めていくことによって全く実は関係ないように見えた他のところの感覚精度、水準も上がっていくっていう、このここに信頼を置かないといけないってことなんですよね、うん、でもみんなそれを信じれないから一見つながってないように見えるから、だから一個一個手を出しちゃうんですよ、あれもこれもみたいな、うん、チャートパターン A も学んで B も学んで C も学んで手法も A 学んで B 学んで C 学んでとか、うん、で全部を同時にやろうとしてみた、うん、エントリーリグイ損切り全部なんか一回のトレードでマスターしようとしてみた、そうすると絶対テンパるから、うんうん、結果的に悪い癖がついちゃうよってことですよね、うんうん、この辺はどうですか、堀込さんの前に何やってました？ですね、僕の場合はとにかく損切りがものすごい苦手で、うんうん、なんかこうどうしてもその損をしたくないっていう感情がですね、はい、どうしても出ちゃって、うんうん、で結構損切りしなくても元に戻ったりとかして結構その場その場ではうまくいったりとかもあったりして、うん、まあ、それがまたダメなんですけど、はいはい、で結局損切りがもうできなくてもうどうしようもないところまで行って飛ばすって、うんうん、その繰り返しだったんですよね、はいはい、でまあ、うん、なんでだろうってもうすごい悩んでたんですけど、まあ、ちょうどその時グラセオをやってて、うん、あ、ごめん、グランドセオリーに、あ、グランドセオリー、はい、に、はい、で三津田さんからその、うん、やっぱりなんだろう、愚直にこう練習、うん、繰り返し練習するの大事ですよって、うんうん、なんか言われて、うん、あ、でもそういう練習してこなかったなと思って、で自分の場合はもう損切り苦手だっていうのはもう明確だったので、うん、とにかく少ないロットで、まあ、損切り練習しようと、まあ、その時決めて、うん、まあ、本当にそこからもう本当に FX 線通貨とかで、うん、本当にもうエントリーしてしばらくしてもう損切りとか、うん、もうその繰り返しで本当にでその時起こった感情をまあエクセル形式でちょっと日記で書いてっていう、どういう気持ちになったかっていう、もうそれ2ヶ月3ヶ月ひたすら結構やったんです、ひたすらやりましたねすごいですね、はい、ひたすらやっていくうちに、でもそうですね、だんだんやっぱり損切りですごい僕エネルギー必要だったんですけど、うんうんうん、もう何回もやってるとだんだんもうただボタンを押す感覚になってったんではい、はい、そこからです、ね、そこから少しずつポジションを増やしていって、でだんだんその、うん、そうですね、少しずつポジションを増やしていっても、うん、まあだんだん損切りって
そんなにエネルギー必要もなくなってって、まあ、だんだんできるようになってったんですよ、でそっからそうですね、何が変わったかというと、もう損切りがすごい自分の中でストレスがなくなったんで、なんかこうエントリーする時もそんなにこう怖さがなくなったというか、やっぱりこうダメだったらもう切ればいいやっていう心境にだんだんなっていったんですよ、はい、なので、あ、今チャンスかなと思ったらもう、まあ、すぐ入る、でもダメだったらすぐ切る、はい、でそういうふうにやっていくうちにだんだんこう利益が残るようになっていったかなっていうのを感じですかね。なんで、最初は損切りのもう徹底的に練習してたんですけど、結果的にはそのエントリーの怖さとか、そういう違う方向にいたらどうしようとかっていう気持ちもだんだんなくなってったかなっていうのはありますけど、なるほどね、はいはい、まさに今の話ですよね。だからその損切りの練習を徹底的に反復してたわけじゃないですか、はい、だからその位置を突き詰めるってそこですよね、はい、ただそれは損切りを繰り返してやっていくっていうところ、でその感情も記録していって、自分がどういうトリガーでなんかそういう感情が出てくるのかっていうのをまずちゃんと客観的に把握するっていうことですよね、でそこでやっていったら損切りが結構案外スムーズにいけるようになったと、でそれができるようになったら、実は全然練習してなかったエントリーが、結構できるようになってたわけじゃないですか、これが結構必要な考え方で、この1を深めることで100展開させるってそういうことなんですよ、だから損切りの精度高まったら実は全く関係ないと思ってエントリーの精度も上がるんですよ、そしてまた、利食いの精度も上がったりとか、損切りの、まあね、表裏一体なんで、っていう風に他のスキルが底上げされていくんですよ、これ実は、これが正しい上達法なんですよ、みんなね全部をやろうとしちゃう、これがですね厄介なところですよ、だここの価値観をまずひっくり返してほしいんですよね、全部いろいろあれこれやるんじゃなくって一個に絞るっていうことですね、でまあ最初は分かりやすいに堀組さんみたいにですね損切りにまず特化していいと思います、で小ロットで負荷を下げてやるっていうことですね、っていうところですね、でこれも本当勉強とかスポーツも一緒で、例えばその受験勉強とかでもあのみんななんか難しい参考書とかいきなりやろうとするんですよ、でいろんな計算式とか構想するんですけど、それやると全然成績上がらないんですよ、じゃなくてまずは超簡単な問題集、これちょっと簡単すぎだろうってやつを何回も解き倒すんですよ、繰り返し、はい、もうパッと問題見た瞬間にバンって答えかけるぐらい何回も繰り返しそれを反復すると、その自分の中にそのいろんなその他の応用の問題を解くための基礎が出来上がるんですよ、だからちょっとそれ以上の複雑な応用問題見ても解けるようになるんですよ実は、まあ、英語とかもそうですけど、まあ、数学とか、っていう風にまず基礎基本を徹底的に繰り返すことによっていつの間にか応用ができるようになってるっていう、だまあ手張りみたいなやつですね、徹底的に手をやることによって自然と理に手派に行くんですよ、で派っていうのは離れるではなく応用って意味なんですよね、実は、ちょっとプラスアルファしてそこに付け加えてやってみるっていうのが派なんで、いきなりそれを破るみたいなことではないんですよね、まあこれはまた別の話ですけど、っていう、ことなんですね。だスポーツもね、まず一番最初に例えばバスケだったらドリブルだけをやるじゃないですか、しかも止まった状態で、野球だったら素振りを何百回もやるんですか、みんなやってるんですよね、一流の人って、だトレードってそういう体型がないから、みんな好き勝手やっちゃうんですけど、だそれ体型立ててやったら、まあ、上手くなりますよってことですね、なんかこう損切りをずっとやっていくとなんか、あ、これって意外とシンプルなのかなと思ってですね、そのダメだったら切るだし、まあ、良ければリグになるっていう、なんかこうすごい結果としてすごいシンプルなのかなっていうふうな思いになってきましたよね、そのインディケーターとかそういうごちゃごちゃしたものよりももっと上のすごくシンプルなんだなっていうのはなんとなくやっぱり感じました、それは多分ね基礎基本ができてるからなんですよね、それがない
自分の判断基準がない状態だと全部が大事に見えちゃうんですよ、はい、だから抑えるべきポイントがわからない、はい、から全部をやろうとしちゃう、はい、うん、でも基礎基本ができてる人は大事なところがわかるから、はい、そこさえ抑えておけばいいってなるから、はい、シンプルに見えるし、そうですね、うん、だちょっと第2回でそこですよね、はい、うん、そこをちょっとやっていくっていうことになるかなと思います、はい、うん、であとはその堀込さん言ってましたけど、自分の感情を書いていくっていうのがすごい大事で、うん、これは自分の軌道修正力を高めることになるんですよね。だからこういうパターンで損切った時に自分はこんな感情になるっていうのは、自分が不調になる時のトリガーに気づかせてくれるんですよ、うん、だからそのトリガーが発動しそうな時が分かるようになってくるんで、うん、そういう時に暴走しなくなってくるんですよ。未然に防げるようになるんですよ、うん、例えばあやばい今ちょっと違うなって思ってる時にそれに気づけない人って難品しちゃったりとか放置しちゃったりとかするんですけど、うん、あなんかこの感覚この感情出た時あんま良くない流れだなって分かったらすぐにそこで切れるというか逃げれるんですよね、うん、ようになるんですよ。こういうちょっとしたところがすごい大事で、うん、この軌道修正力をまあ高めていくっていうことですよね、はい、うん、でこの2つってまあ何のためにするかといったら、まあ、結論から言ったら、ね、もう自分のエネルギー下げないようにするためというか、うんうん、だからどれだけ知識があっても、うん、その損切りリグエントリーできたとしても、うん、エネルギーが下がっちゃったら人って簡単に暴走して、まあ、自滅しちゃうんですよね、うんうん、まあ、普段できることができなくなるみたいな、うん、普段やらないことやっちゃうみたいな、うん、やっちゃいますね。やっちゃうじゃないですか。やっちゃいますね、うん、まあ、堀込さんは多分ね、それお酒とか、うん、ね、その暴走したらお酒飲むみたいなパターンになってたって言ってましたね。はい、酒で紛らわしたりとか、ね、本当に悪い習慣あったんですけど、うんうん、そうですね、まあ、結構そういうなんか悪い習慣、まあ、僕の場合はお酒だったんですけど、うん、そういう悪い習慣をやめるっていうのも、なんか結果的にはなんかトレードにはやっぱり影響 してたんだなっていうのは、今になって分かりますけどね。うんうん、はい、自分 その衝動に流されそうになるところをやっぱ止めれたっていう経験って大きいと思うんですよ。ああ、そうですね、うん、お酒に逃げちゃうときに、はい、いや違うって言ってやめるって、やめて、で今でもお酒やめてるやめて、はい、多分ねそれかなり堀込さんの基盤になってると思うんですよ。ああ、そうですね、うん、はい、潜在意識とかね、そういう次元では、はい、うん、当時はそのトレードと全然別で切り離して、うん、そのお酒と考えたんですけど、うん、結構やめてみて結構すごく自分の心っていうかもうどん結構落ち着いてきましたし、うん、その嫌なことあってもこう昔お酒に逃げたのも、まあ、自分もだんだん向き合えるようになってきたっていうのを考えると、やっぱりお酒やめたことが結果としてトレードにもまあ影響あったんだなっていうふうに今思ってます。そうですね、はい、いや本当はあると思うそれは、はい、うんうん、なんかね一見無駄に思えること、はい、関係ないように思えることが大事だったりするんで、そうですね、うん、それが後になって気づく、そうなんですよね、うん、はい、自分がねその衝動の方にこう流されそうになってしまう時に本当に意識してほしいな、その時の感情、その前に何があったかをちょっと記録していってほしいんですよね、はい、うん、であとは一つをちょっと突き詰めてやっていくっていうこと、うん、いろんなものに手を出している人は一旦置いて一個だけに絞るうん、いうのをちょっとやってみていってほしいなと思います、はい、で、まあ、第2回そんな感じでしたけどね、はい、まあ、3回目はね次の第3回では、じゃあその具体的な、まあ、その練習内容ってどうなんのみたいな、うんうん、はい、っていうところをねそのまた話していきたいなと、はい、で堀上さんちょっと聞いていきたいなと思います、はいはい、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。